車の取説。鈴木ハスラー。2014年1月に発売された鈴木ハスラーは、軽トールワゴンと SUV を融合させたパイオニアとして人気を博したヒットモデル。今回ご紹介するのは2020年1月にフルモデルチェンジした2代目です。アイコンである丸めヘッドライトや独特なフォルムなど、初代でも好評だった個性的なスタイリングはそのままに、スクエア感を強調するデザインを取り入れることで、タフさや力強さを際立たせています。スタイリングは初代を踏襲する一方で、メカニズムは刷新、光合成と軽さを両立する新世代プラットフォームハーテクトを採用し、ホイールベースを 35mm 延長したことで後席の居住性が向上しています。エンジンは NA とターボの2種類で、いずれもマイルドハイブリッドとの組み合わせになります。それぞれのエンジンで装備違いとなる G と X を設定し、全グレードで FF と 4WD が選択可能です。今回は新開発の NA エンジンを搭載し、 LED ヘッドランプやプレミアム UV&IR カットガラスなどの快適装備を充実させたハイブリッド X の FF 車に試乗し、その実力を見ていきましょう。ハスラーの価格帯はおよそ128万円から179万円、トランスミッションは CVT のみで、一部グレードを除き、予防安全技術であるスズキセーフティーサポートが標準装備されます。ボディカラーは全11色と豊富なラインナップ、全グレードで遊び心にあふれたツートーンカラー仕様も用意されています。ハイブリッド X の燃費は WLTC モードで FF 車がリッター 25.0 キロ、4WD 車はリッター 23.4 キロ、シンプルなマイルドハイブリッド機構でコストの上昇を抑えつつ、スムーズな加速と低燃費を両立しました。使用燃料はレギュラーガソリン。新開発のエンジンはマイルドハイブリッドや可変バルブタイミングといった技術を駆使して低燃費を実現しています。今回はハイブリッド X の FF 車で一般道高速道路を合わせて約100キロを走ってみましたが、メーター表示の実燃費はリッター 19.5 キロでした。ハスラーに搭載されるスズキセーフティーサポートは、衝突被害低減ブレーキや前後誤発進抑制機能といった事故を未然に防ぐサポート機能を備えています。ターボ車ではさらに車線逸脱抑制機能と全車速追従機能付きアダプティブクルーズコントロールが追加されます。さらに全方位モニターと左右確認サポートをオプションに設定。狭い路地や駐車場など見通しの悪い場所での安全確保に役立ちます。ボディサイズは全長 3395mm、 ホイールベース 2460mm、 全幅 1475mm、 全高 1680mm、 最低地上高は 180mm もあり、 SUV らしい十分なクリアランスを確保。最小回転半径は 4.6 メートルで、先代と比べホイールベースを伸ばしながらも取り回しやすさを維持しています。初代のイメージを引き継ぎながら、よりボクシーで塊感のあるボディはそのままアウトドアに飛び出したくなるようなデザインです。また11色という鮮やかなカラーバリエーションもハスラーの大きな特徴。ポップなカラーが似合うのもハスラーの魅力です。ハスラーのインテリアは遊び心が満載。ダッシュボードに並んだメーター、ナビゲーション、収納ボックスを彩る3連のインパネカラーガーニッシュがタフな印象を演出しています。
インパネカラーガーニッシュとドアトリム、そしてフロントシートのエッジは同色でまとめられ、ボディカラーに合わせて選ばれた3色が設定されています。室内空間は十分なスペースを確保。前高も仙台比で15ミリ高められ、ヘッドクリアランスも余裕があり、直立したフロントウィンドウも相まって窮屈感は感じません。フロントシートは仙台のベンチシートからセパレート式となり、左右の乗員間距離を30ミリ拡大、車高が高く遠くまで見通せるので運転がしやすいのも魅力です。リアシートは足元広々、仙台からホイールベースが35ミリ延長されているため、4人乗車でも快適な移動が可能です。車中泊を強く意識したというハスラーのシートアレンジ、すべてのシートを倒せば大人2人が横になれる広々とした空間が生まれます。助手席側の前後シートを倒せば、自転車やサーフボードなど長い荷物の積載も可能。外観からは想像できない積載スペースが生まれます。リアシート背面とラゲッジフロアは防音素材を採用、汚れを気にせずアウトドアギアを積むことができます。リアシートはトランクゲートの外からも簡単にスライド可能、ユーザーに嬉しい気配りが満載です。たくさんの収納スペースを確保しているのもハスラーの魅力。防音タイプのラゲッジアンダーボックスは遊びで汚れたシューズなどの収納に便利です。ドリンクホルダーは前席左右のインパネ、後席リアポケット両側と4箇所に設置、助手席には容量たっぷりのシートアンダーボックスも備えます。 X グレードには助手席インパネアッパーボックスのテーブル機能やフロアコンソールトレー、助手席背面にはテーブルが用意されるなど充実の装備が加わります。メーカーオプションの全方位モニター用カメラパッケージ、または全方位モニター付きメモリーナビゲーションには USB ソケットが付属。スマートフォンと連携して地図アプリや音楽アプリが利用できます。今回試乗したハイブリッド X に搭載されるエンジンは新開発で、デュアルインジェクションやクールド EGR などの新技術を採用し、低燃費かつスムーズな走りを実現。マイルドハイブリッドとの組み合わせで、アクセルを軽く踏むだけで気持ちよく加速するフィーリングや、アイドリングストップからのスムーズなエンジン始動が印象的です。東京湾アクアラインを時速70キロで巡航している時の車内の騒音レベルは67デシベル程度でした。K クロスオーバーというジャンルを生み出し人気を博した初代から大きな進化を遂げた2代目ハスラー、続々とライバルが登場する中、移動空間や遊べる道具としてレベルをさらに引き上げました。可愛らしさに加え頼もしさまで備えた2代目ハスラーは、普段使いから週末のレジャーまで日々のパートナーとして活躍してくれそうですね。Thank you.